トヨタ防食九州は3選手が個人賞を受賞しました。日本ハンドボールリーグのチーム順位と個人タイトルが確定しました。このうちトヨタ防食九州からはゴールキーパーの岩下優太選手がシュートの阻止率でリーグ1位になりました。また同じくゴールキーパーの下野隆夫選手が7メートルスローの阻止率で 鈴木渡選手が7メートルスロー得点でそれぞれリーグトップに輝きました。キャプテンの下野選手は、なかなか勝てない苦しいシーズンだったが受賞を励みに5月から始まる社会人選手権で結果を残したいと話しました。